こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今日はですね、腕時計の大敵磁気について、腕時計を どのように磁気から守ったらいいかということをちょっとご説明したいと思います。これはですね、腕時計の大敵、磁気ですね。結構磁気によるトラブルが結構多いんですよね。それですね、今回ちょっとこういう書類がちょっと手に入りましたんで、磁気を影響を受けやすいものってのは、例えば、極端な例ですと、磁気ネックレスとかね、あと、携帯電話、もしくはスマホのこのスピーカー部分、それとあとオーディオの、スピーカーですね、それと電気カミソリ、ヘッドホン、パソコン、電話機、テレビ本体とか、いろんなものがありますけど、その中で特にですね、私たちの品質トラブルベストっていう、ということで、ちょっとご紹介しますけど、ちょっと大きいですね。意外と多いのがですね、バッグなどですね、バッグに、カバンによく、こういうマグネットのですね、そういう金具使ってればですよね、バッグにこうしまい込んだりすると、特にそのかなり強い磁石使ってます。それともう一つ、私たちが結構日常的に、やりがちったらおかしいですけど、お休み、寝るお休みになる時ですね、腕時計と例えばスマホとこう例えば一緒にこう並べておくと、そういう場合も結構強い磁界の影響を受けることがあります。あとスピーカーの上にこうね、腕時計を乗っけたり、そういうことも結構ただ基本的にですね、5センチ以上離すとかなりその磁界は極端にこう弱くなるですね。ですからなるべくこう近づけないというか、5センチ以上もやっぱり離しておくのがやっぱベストだと思いますので、こう磁気を帯びちゃうと今度は磁気抜きってことをしなきゃなんないですよね。基本的にはオーバーホールしなきゃなんないということになります。ただそのデジタル時計に関しては、磁気の影響は歯車とかのロータシーは使ってませんので、そういう影響は受けませんので、よろしくお願い申し上げます。ただ電波時計もね、磁気の影響を受けると今度電波基準値狂ったりすることありますので、ですから、まずなるべく近づけないということを大事なことかなと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。